ちょめ。ほら、館長、あれ、博物館と美術館が一緒になってるっていうのは、ああ珍しいんじゃないか。うん、全国でも珍しい施設ですよね。便利だよね。まあ、どっちも一緒に行けるからね。そうそうそう、どちら、うん、どちらも、どちらが好きでもね、どっちでも両方のもの見れるので、ね、上等だね、うんうん、ここもいいでしょ、なかなか。ここなんか面白いね。沖縄の海をもうすでに表現してる。ああ、これ海、うん、あはい、足元これそう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 ガラスになってね、怖くて歩けない人もいるけど、ああちょっと怖いね落っこちそうでっていうのもあるしね、海エビウル、そうそうそう、これイラブイラブですね、イラブだね、うん、イラブウヒミで生子もいるし、サンゴもあるだし、ね、うん、私釣りが好きだからね、ああそうなんだ、そのお釣りできたら楽しいかもしれない、ここでやられたら困るけど、はい、うん、今回のこれはテーマは何なの？ここはね、常設展示なんで、うんうん、毎回あのいつでもコーヒー状態になってるんですよね。で沖縄の昔のもんから、そうそうそう、いろいろあるわけね。この辺 の古代の世界、原始古代の世界から始まって、うんうん、あの歴史の時代に入っていくという感じになりますね。こちらのあれは何これ？あのホラガイ焼き、あのホラガイの製品で、これでお湯沸かしたり沸かしたり。これにこう棒を突っ込んで、あ、そうなの、これふわふわって鳴らすのかなと思ったら、いえいえ、洗いちゃうでしょ、鳴らすためのものではなくて、器のつもりですよ、はあ、こういう器なんか、これは土で作ったやつだけれども、あ、そうなの、こういう自然の形のやつに棒を突っ込んで、こう下から火を当てて、お湯沸かして、これで、これ器にしてるって初めて聞いたね、そういうのもありますね、こっち行ってこう行きますかね、はいはい、この辺はもう、こっちはもう完全に会話の世界だよね、あの死者が、ああ、うん、これまた装飾品がこれ上等なってるんだけど、こういうのが沖縄とか奄美ぐらいでしか取れない、あ、奄美でも、うん、奄美あたりまでしか取れないのが北海道だけしか出てくる、あ、なんかあれよね、だから人間動いてるわけですね、あの物が動いてるわけです、あ、物々交換とかいろんな形でね、沖縄であるのと北海道にあるのとなんかリンクしてるっていう話あるよね、うん、だからこちらからしかこちらから行かないことには向こうにはないわけだから、うん、ないもんね、うん、だから人づてにこう物が動いていってるっていうことだよね、だからその遥か昔から物も動くし、ね、やっぱ人も動いてる、うん、こんなの見たら分かるね、やっぱりね、そう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 、なるほど、この辺の焼き物の世界もいろいろあるんだけれども、あ、一番、うん、これはちなみにいつぐらいのものなの、これはこの辺は十何世紀でしょうね、13、14というあたりでしょうね、ちょっと12世紀になってるね、うんうん、だからこの活石製とかいうのはこれ多分あるでしょ、長崎あたりから出てくるやつだと思いますけどね、 あの辺で原石があって沖縄でこう加工されたりはしてるんだけど、あ、石は力持ってきて、そうそうそう、こうやってこう動いてるわけですよね、はやっぱ物の動きっていうのは昔から、なるほど、ね、うん、いろんな 人も介しながら動いてるというのが面白いなっていうのがあるね、やっぱそうよね、まあ本土からのもあるし、そうそうそう、外国、中国とかね、うん、もうこの辺から中国始まる、ね、あ、こっちがこの辺は政治でしょ、中国のお皿だよね、うん、色付きのね、あ、青磁、うん、そういうの、白磁、こっちは白磁なんかだけど、そういうものが、14世紀、15世紀ぐらいからもうどんどん出てくる、あ、もうこれになったら鉄も出てきてるね、そう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 、鉄も三山統一以降、あ、うん、三山統一前から、前から、うん、前からもう中国とかなんとかで動いて、うん、関係はしているので、物は入ってきてる、ね、これまた勝連城の、そうそうそう、勝連城から出たやつ、ああ、そっか、なかなかね、鉄はあの腐ってしまうので、ね、残りにくいんだから、残りにくいね、うん、そうか、グスクの後はまたいっぱい出てくる人だね、そう、だからこの辺りになるともうシャムとか、いわゆるその東南アジアなんかと貿易したようなものも出てくるわけよね、タイ、あそこタイって書いてますよね、タイ製のね、タイからの鳥がドキッと、こちらもんじゃなくてあっちから渡ってきたのが、うん、外国から来たのもたくさんありますよという感じですね、よく残ってるね、でもこんなってね、だけどもう破片であるけど、いやいや破片でもね、あるけどね、それだけ貿易をしていたということですね、中国あたりと貿易をして、東南アジアとも貿易をしているから、こういうものが残っているという。素晴らしい。だからこういうのが首里城なんかから出てくるわけ。まあ、勝連からも出てくるわけ。だから琉球の王様、勝連もそうだけれども、楽人とかね、そういうところも大きなお城を築いた人たちは、いろんな貿易にも手を染めてましたよというのが。最近あの首里高校もね、またいろんなの出てるからね。ああ、そうそうそう、向こうも、あの、こっちに行くんですか。あ、違う違う。うん、これ、万国新城の彼。新城かね。ああ本物ですよ。これが本物。そう。もう話をよく聞くけどね。そうそうそう。あは。これが本物なので、なかなかねレプリカと思われたりしてるけど、うん、そんなことはなくて。これ本物ですね。で、バンク新城の彼だけど、うんうん、これも戦争の後だよね。ああ、たものと。うん。あ、じゃあこれもこんな立派な、ね、あの
沖縄の歴史を象徴するようなお宝だけれども、これも戦争に戦災に合ってる。ああ、なるほどね。悲しいね、こういうのはね、やっぱりね。うん、もう数奇な運命だよ。沖縄の鐘っていうのは、まあ、あっちにも整ってあるけれども、そうだね、あっちもね。あの戦争の時にね、うん、みんなあの教室、いわゆる国家に差し出して、溶かされて、大砲の弾になったり、いろんなことをする。はい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 。でそういう運命に、ね、うん、これもやがて溶かされかけていた。これ大丈夫だったんだね。うん、助けられたんですよ、この立派なものをね。あの、そういう、みんながちょっと待ってくださいと。待ってくれという人がいたわけ。意味がわかる人たち。で、それで外されて溶かされなくて済んだんだけど、やっぱり戦争の被害はありましたよ。はいはい、ああ、でもそれでもね、まあじゃあ最小限だね、これね。うん。うん、よかったさ。そうなんです、よかったんだ。止めてくれる人がね、もう、あんたらもこれ持っていったら、そっちにダメするよって言ってたんだ、そんな状況や。よかったですよね、もう飾ることができてね。そうそうそう、おー、イニシエの音、400年、500年前の。おー、1450何年だからさ、56年間。もうそれからすると500年以上経ってる。550年ぐらい経ってる、うん、そういう古い昔の音色です。音を収録したしました。これこの鐘叩いて叩いて、うん、だからその文化財に指定されてるから、うん、ちゃんと文化庁の許可も得て。なるほど。あの1回だけだよって、うん、私も鳴らしてみたいな。だから許可もらえないから。だって我々だって鳴らしてないんだ。ああ、そうね、うん、ちゃんとご栄光が言ってるよって言ったら OK 鳴らないかな。鐘をつく専門の人が来てふついたの、うん、大和からその人も連れてきて、ちゃんとそれなりの、うん、館長でも無理みたいな、まあ、そうそうそう、我々もそばで控えてみてたという。さすがのご役も無理みたいな、うんうん、でもいい音だったね。いい音でしょ、うん、なかなかあの、うん、歴史を感じるようなね、いい音だった、うん、やっぱりね、積み重ねてきたものの感じが伝わるよね。そう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 、うん、そっからね、中も覗ける。ああ、中、うん、あ、中みたいね、うん、あ、鏡になった、うん、あ、中の構造はこうなっていますね。あ、ちょっと、うん、でもさすがに少しひびも入ってるね。もうもう、うん、奥側から顔を取るそうなんで、ここから顔をどうぞ。はいはい、あっちゃめ怖い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 ってあんたがやらしたんだよ。うん、あっちゃめ、わかるよね、うん、大丈夫。はいはい、あ、これは面白いね、うん、からも見てもらえると ね、 中はね、中はせっかく作ったの見れないやつだからね。見ても見れ、中も見れるようにっていうのはね、うん、これいい考えだ、うんうん、中はどうなってるでしょうっていう感じ、ね、これもあれね、もうじゃあ玉があった、そう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 、あ、これぐらいだったら終身鐘入りの鐘みたいにして入れるんだろうけどね。あ、うん、こういう船に乗って進行船に乗って、これは僕やらけれども、はい、あの言ってるわけですよね。これはエウェル等身同意ね、これは。そう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 ですね。あれよね、東進同意のあれは東の船ではなくて、東に行く船、東に行く船なんだよね、うん、東に行く船。僕も最近知ってね、これ。ああ、そうです。なんで東の船が来たら喜ぶからやと思ったんだけど、そう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 、東に行って帰ってきたから、うん、まあ、うちなんちが帰ってきて喜んでるってことなんだよね。新興船、新興船ね、うんうん、で、こういう船もあるけれども、ここもすごいでしょ、結構あの金がね、金がすごい数あるでしょ。これはまた、これいろんなところの金なの、あれ、うん、お寺にあったやつなんだけど、うん、ということはお寺がたくさんあったってことだよね。ああ、うん、そうだね。沖縄はね、意外とね、みんな忘れてしまってるけど、違う場所、うん、首里とかなんとかにはね、すごいたくさんお寺があって、え、それは仏教国だったわけよ、本当はね。はい、なんでやっぱ戦争で、うん、戦争でも亡くなったり してる、うん、お寺さん自体はみんな潰れちゃってるけどね。本当ね、数たくさんあるから、うん、それもあっちもマギがあるね。マギ、あれは遠隔寺の沖縄で一番大きな鐘。ね、万国診療の鐘よりマギだ。マギだけど、こっちの方が歴史的な意味がある。あ、こっちは歴史は意味がある。あれはもっとずっと新しい。あ、もう全然新しい。あれ1700年代だから、こっちは1400年代だから。あ、そうね。うん、あ、300年もこっちが。300年も古いわけですよ。素晴らしいね、残ってるからね。鐘ってやっぱ生で見たら、気持ちがなんか伝わる感じですね、うん、でこうやって文字も書いてあるでしょ。あははは。でそういうのでいろんな歴史も分かるという、うん、まあ、なかなかもう今となっては鳴らしにくいけれども、ね、読めないけどね、私も、ね、うん、招待記号の時に作ったよというようなことがいろいろ書いてある、ね、あ、招待記号、うん、1400年代のね、はあ、これもこれがじゃあすごい資料なんですけど、
ああいう散々時代のあれですか、これもう散々住んで第二昇進になってる。ああ、もう第二昇進になってる、うん、こっちは。これ昇進王がもらった直書、長子昇進王が中国の皇帝からいただいた文書が残ってるというものが。すごいね、うん、1187年からだから。なのでもうこれも500年以上経ってる。あっちゃめ、うん、うん、やっぱさすがだよね。綺麗に残ってるね、うん、なんか あれでしょ、金箔で竜も描かれてる、ね、うん、金箔は、うん、そうだね、竜もね、竜が描かれていてね、そういうのにこう、当時ではこんな竜ね、そこも薄くね、そう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 、ちゃんと血が目立つように、うん、でそれを中国からもらって帰っ沖縄に持ち帰ったわけよね。でそれが残ってるっていう、素晴らしい、やっぱり大したもんだと思う、ね、技術もすごいし、うん、残してる皆さんもすごいね。そうですね、うん、やっぱこういうのを大事に守ってきたっていう ね、まあ、本当はもうもっとたくさんなければいけないけど、あ、残ってるのはごく一部という、あ、うん、まあ、戦争で焼けてるのもいっぱいあるからね、うん、そうですね、うん、このこれも新興線の絵ですね。この当時のもんね、昔のもん。この昔だけど、これ自体はそんなに古くはない。あ、古くない。うん、1800年代かな。うん、あ、まあでも古いね。1800年代もだいぶ古い、ね。まあまあまあ、今からすると古いけど、うん、これはもう少し古くて1756年かな、はいはい。中国から札幌市がいるでしょ。はいはいはい、あの琉球の王様、うんうん、あなたは王様にしますよってやってくる施設がいるけれども、はいはい、その施設が琉球に来た時に描かれたもの。うん、いやでも本当に綺麗に残ってるね。だからね、色なんかもね、こんなに古いのかなと思うから、うん、この辺はね、ちょっと古い感じにしますよね。そうですね、これも古い事例書です。だからもう事例書、昔から事例書があなたを何々に任命しますよとかね、 あなたにどれだけの給料を上げますよとか、ね、あ、なるほど、昔から事例書でこう任命をする。うん、あ、そういうのがちゃんと、うん、それの事例書が残ってて、これは中国に行く船の役人に与えたもの。 あなたを今回行く中国に行く船の感謝という役目にしますよというのでもらったと。感謝、うん、感謝職を。封建制の時代というのは、うんうん、あの誰が迎え合った時に誰が偉いかというのを分からなきゃいけない、うんうん、聞いて分かるんではダメなんです、うん、見て分かる、見た目で、うん、だからその冠だったりとか着ているものとか、うん、なるほどね、そういうので判断ができ、うん、できると、うん、でこれが厳格に決められているから、はいはいはい、若い人が偉そうな格好はできないという、うん、そういうね、暗いがね、暗いっていうのはそういうのはね、あの、だから庶民はもっとこういうレベルの話をしていけないということになるわけよね、逆に言うとね。もうそうだね、もう一般の人はこんなのもとんでもないみたいなね、まあ、庶民は普通はもう草履もね、田舎だから履いてないという、履物も裸足だしね。あ、そうだよね、うん、この辺はもうバジルホールとかね、うんうんうん、外国人、イギリス人が描いた絵です。あ、またアジアじゃなくて、いや、琉球にやってきたイギリスのバジルホールなどが、バジルホールさんを初めて聞きましたね、うん、いや、その彼が残した探検機、大琉球島の探検機があって、琉球人はこんな人たちだよっていうことをいっぱい書いてある。とっても褒めてます、褒めすぎなぐらい褒めてる、うん、あ、なんて書いてるのかちょっと、いや、琉球人親切っていうのもあるし、琉球綺麗だっていうのもあるし、あ、いや、中国とか朝鮮なんかも見てきてるので、うんうん、街の様子を見ていて、あ、みんなこう綺麗にね、掃除もされていて、琉球人は本当に親切な連中で、みんな船に、ね、やってくるわけですよ。なるほど、あのイギリスの船が止まってると、サバニみたいに乗ってね、みんな来るんだけど、でみんなあの本当にこう室内を見て、船内をね、自由に見ていいよと言われて見てるわけですよ。で本当に礼儀正しい人ばっかりで、嬉しいね、嬉しいですよ。だからもしあの船の中でね、何か物が紛失したりした場合に、私は琉球人を疑わないでね、自分のイギリス人を高いです、ね、言葉で言ってるよね、とっても、うん、琉球すごいねっていう。だから彼があれだよ、帰るときに、うん、イギリスに戻るときに、うん、ちょうどセントヘレナに流されていたナポレオンに会ってさ、はいはいはい、うん、琉球には武器がないよっていう話をした人、うん、でそれでナポレオンが相当驚いたって話があるでしょ、その人、バジルホールは、うん、だからそういう意味ではバジルホールは琉球のことをね、ヨーロッパに知らせた人だよね、うん、こんな 国だよと、すごいところがあるよと、うん、地の果てではオリエントにね、はいはい、そういう素晴らしい人がいますね。あっちゃめ。